カツ麺も厳しかった。カツ麺厳しいタイプだね。タンクはどうしてもね、厳しくなるのよ、うんうん、あのね、どうしてもね、フィーリングとかでやろうとするとすごい怒られるの。意外と君フィーリングタイプだもんね。私はどちらかというとリズメな方ですが、うん、いやいや、名前出しちゃいけないかもしれないけど、今、まあ、元々ドラクエにいて、うん、今14で、ゴンちゃんの下にいる、名前出して、名前だ出てないの、あんまり出してない、まあ、スタッフロールには載ってるけどね。まあいいかじゃ、うん、横澤マンも厳しいからあーもうやつはね、厳しいなんてレベルじゃないですか。彼は本当に厳しい。厳しいなんてもんじゃない、明治でしたね、うん、そうなの。そうね、政治サンディに言った一言ね、うん、DPS 出ないってどういうことですかみたいなそうそう、うん、何してんすか、まあ、本当にトラップを踏む、ね、サンディに対してね。そうそうそう、即死トラップ踏むってどういうことですか。でトラップ踏んだサンディがねあの俺の画面では避けていたって言ったらあ、じゃあバグってんじゃないですか、再インストールしてくださいっていう名言です。名言ね、両者名言です。名言です。はい、俺の画面ギスギスじゃないんで、これは本当ギスギスじゃない。和気あいあいとこういう会話をできる関係であるってことですか。そう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 、で、まあ、そこで勘違いしちゃいけない。そうそう、それギスってるわけじゃないですよ、それぐらいツッコミ合えるっていうことを言ってるんです。楽しい会話、ね、大爆笑だもんそれ聞いて、まあ、マイクオフって大爆笑, 、まあ、まあ、ぶっちゃけ言うとサンディは怒ってましたけどねそうそうそう、世界中に起きてると思うんですよ、うん、俺の画面では避けていたわね、うんうん、俺ね T シャツにしていいと思うんですよ、その、まあ、そのレベル、それぐらいのタイタンのランドスライドとかそうだと思うんですよ、うんうん、俺の画面では避けていた、うん、そう、うん、ほら14でもよくあるって。そうなんです、ある、うん、あるんですよ。でも俺の画面から見ても避けてなかった、ね、どう見てもね、そうそうそう、どう見てもね、飛んでたんだよ。そう、そこに対してのね一言ね、あ、じゃあサインストールしたらどうすかかね、カツ麺ともよくね、ぶつかってました。方針で、うん。そうそう、方針ね。方針？あの、いわゆるレイドの、その、いわゆる、うん、タックをどうするかみたいな。ああ、とりあえずやってみようよって言うんですよ。うん、うちの、私の元上司がね。ああ、そうするとね、カツメが、ちょっととりあえずやってみようとかよくわかんない。よくわかんない。ちゃんと調べてきてるんですか。そうそうそう、ちゃんと調べましょうよっていうので、で、斉藤さんが、まあまあ、まあまあまあ、うんうんうん、ありますよね。一連のね。うん、まあ一回ワンチャンやってみればいいんじゃないかな、そっからだよねっていう人に対して、そうそうそう、えっていう、ね、それ何の無策にやってもそれって意味ありますかっていうタイプでしょ、勝つ面で。もちろんそれなんだろう、クラスによってなんか別に大変大変じゃないと俺はあんまりないとは思ってるけど、うん、まあ、言うても、うん、タンクは、うん、朝10時から夜中12時まで延々同じボスと戦い続けたからそれは目もしょぼしょぼするわみたいなね、うんうん、もう最後勘弁してくださいぐらいの、もう右左、うん、右左って言ってるの右左右とか言ってるのそれもさすがにしんどいわ、もう12時間やり続けるって。いやだからそんな、例えば政治ホニャララと、まあ勝面がわーわーやってる間に、うん、そうそう、寝てるわけです、寝落ちしてるわけだよ、ね、で、よし、まとまって斉藤さんが仲介してまとまっていくぞっつったら一人反応しないっていう、そうそうそう、みんなバーって行くんだけど一人ポツネンとこの動かないウォーロックがいるわけです。そうそうそうウォーロック結構重要だからね、言うてもね。そうなんです。で、そういう時はまあ当然レイド終わるんですよね。もうね、しょうがないですもんね、動かないですもんね、うん、まあでもそれで助かることもあるんだよ、いつ終わんのこれみたいな。あ